はい、皆さんこんにちは。ベンマックス TV のベンマックスです。今日ですね、G-SHOCK の、GA2000 シリーズで、イギリスのですね、バンド、あの2次元のバンドで、ゴリラズっていうのがいるらしくてですね、でそれとの G-SHOCK のコラボモデルが今日発売になりまして、限定でそれをちょっと買ってきましたので紹介したいと思います。で GA2000 っていうのは6月頃、カーボンコア採用ということで、カーボンを採用しているスタンダードモデルということです。これからの、今年35周年なんですが、G-SHOCK が誕生してですね、でこれからの35年を担うベーシックモデルという形で、GA2000 という型番の、時計が発売されました。それの今日は、限定版ということでこれをちょっと紹介したいと思います。私もあんまりまだ中見てないんでなんですけど、これが取説になります。でこんなカードがついてました。あとは今回からですね、 G-SHOCK はバンドの付け替えが可能ということで、こういうバンドの付け替えのジグが入ってます。続いて中を見ていきます。はい、中がこんな箱に入ってますね。なんか随分奇抜な絵ですね。じゃあオープンしてみます。本体ですね、とグリーンの迷彩バンドがついてまして、これは型番が GA2000GZ3AJR というモデルです。ゴリラズコラボレーションモデルってありますね。ああ、なかなかグリーンがかっこいいじゃないですか。このね、インデックスバーっていうんですか、このグリーンがなかなかかっこいいですね。でこっち側には替えのバンドがついてまして、これ簡単に、裏蓋ね、ここのところを簡単に引っ掛けて取り外すことができます。それでバンドの交換ということでなってます。でですね、黒に白い針なんで視認性は十分いいかと思います。でこれここに今ちょっとかぶっちゃってるんですけど、ここに何曜日とかって出てくるんですよ。これ見たいときはですね、ここのライト、ここがライトになってるんですね。わかりますか？ライトになってますね。でここのボタンを2回押すと、こうやって対比してくれるんですよね。でちょっと見にくいかもしれないですけど、ここにフライデーって入ってるんですね。でここで今日の日にち9月27日、
今3時15分ということで、デジタルでも読むことができます。でまたフライデー今日金曜日ということで、でここが秒針になりますね。あの秒針、針と言いますか、秒を表示する場所になります。またこのように戻して、でここがですね、モードの切り替えになってまして、これを押すとですね、ワールドタイム WT って書いてあるワールドタイムなんですけど、今はどこの国が表示されているのかな、リオ、なんかいろいろこう変えることができるんですね。ロンドンとかね、今ロンドン8時16分ということで、朝の8時ですかね、そういうふうに見ることができます。で、これがワールドタイムで、次がストップウォッチですね。ストップウォッチなんで、まだ見えないかな。あ、こういう0000ってありますよね。で、ここが100分の1秒で動き出します。で、計測が終わったらストップ。で、ここでリセットということになってます。これタイマーですね。2の今10分でセットされてますが、これで逆算タイマー、タイマーをスタートさせると10分でアラームが鳴るという形になってます。でこれが、何だろう、あ、これはアラームですね。ええ、あの2位の時間に合わせてアラームを鳴らすということになってますね。アラームは1、2、3、4、5本、6枚ついてますね。ということですね。で、こうすると、元の時間に戻ります。元のモードに戻ります。モードをね、いろいろこうやってて、元に戻したいときはこう長押しすると元に戻るという形になってます。そういう仕様になってます。それで、これの最大の特徴はですね、やはりカーボンを使っているところですね。そういうところですね。で、ここは樹脂のようです。普通の今までの G-SHOCK の樹脂を使っている。で、ちょっとこれだと解説しにくいので、まあこれはまあこういうゴリラーズはこんな感じだということで、ちょっと機能的に説明しますと、これもDW2000 のシリーズなんですよ。で、これはですね、ここが、まあ、昔のウレタンと言われているところになってますね。で、裏蓋がですね、ステンレスがこの中に入っているようで、あのバックパネルですね、あのこういう感じのステンレスがこの裏にパコンと入ってまして、でそのこの上にガラス繊維入りの、ファインレンジのカバーがこう装着されているということです。
で、この黒い部分、この黒い部分が、カーボンになっています。ですので、今まであのボタンをこのように隠すようにね形になってたんですけれども、うん、あのカーボンっていうねかなり頑丈なんで、こういうねここでガードするような形でなっていまして、こう出っ張っている、従来と違って出っ張っている形になってます。なかなかいいですよね。最初引き止め見て、あ、これいいなと思って押さえたら、これあのちょっと穴場のお店のとこに行きまして、行ったらこれがポンとあったんで、あっと思って、1万2000円ぐらいだったかな、1万2600円800円かな、プラス税金タックスで、それで購入しました。これも21000、これも21000いくらだったんですけども、あの割引してもらいまして、購入できました。これ今後の35年のスタンダードということで、今後の35年使うと私は89になってるんで、89まで生きてるかどうかわかりませんから、まあこれある意味一生ものだなっていう、あのバンドも取り替えられますし、このウレタンの劣化もね多分ほとんどないっていうふうに言われてますんで、もう劣化する場所がほとんどないですよね。このベゼル部分ぐらいですかね。まあダメになったら交換してもらってと思ってます。まあ、以上で終わります。どうもご視聴ありがとうございました。どうも失礼いたします。